小鳥さん、はい、葵さん、はい、本当にごめんなさい、はい、何が起きたかと言いますと、コンビニの駐車場なんですが、父ちゃんの不注意でエースケとモビゴンがぶつかってしまいました。カーステイの大事な大事なモビゴンをぶつけてしまいました。 120% 父ちゃんの不注意でした。すいません、本当にすいません。小鳥さん、助手席に乗ってて怖い思いさせてごめんなさい。葵、せっかくの旅の最後の最後に父ちゃんドジっちゃってごめんなさい。はい。そして母ちゃん、旅の最後にえらいことしてしまってごめんなさい。はい。深く反省してます。カーステイの皆さん、大事なモビゴン傷つけてしまって本当に申し訳ありませんでした。今回は大変申し訳ございませんでした。はい。今日はノット最終です、ね、ファイナルナイトで、ちょっとねお出かけしていた先で帰ってくる途中に、モビゴンをエースケがぶつけてしまうというビッグハプニングが起きまして、反省してる、いくさん。いやー、よくやっちゃったと思いました。電話でね、そうですね、ちょっと同じ気持ちもらって、そうですね。なんで、まあ一切関係ないイクさんにも同席いただいて、真ん中で謝罪、ね、しかも一番に謝罪していただきたいなと思う。カーステイさんのね、看板車を私たち今回のプロジェクトで、サポートいただいてるにもかかわらず、ちょっと私の不注意と、あの中川の不注意で